ガンバ大阪ゴールキーパー東口正明です。フリーウェイトとあとは体幹トレーニングを主にやってます。あとは肩周りですね。強いシュートをより弾けるようになるとか、肩周りを強化することでもっと武器になると思うんで、そういうところはすごい重点的にやってます。ただ外だけ鍛えてても肩とか、関節は強くはならないんで、その外と内のバランスをすごい気にしながらやってます。最初は、肩の強化にいいなと思ってやり始めたんですけど、やり始めていくとすごい体幹にもすごい効くなっていうのが分かって、いろんな種目をそのフローインでやらせてもらってます、キーパーは特にですけど、サッカーの中で全身運動なんで地面にも転がるし、そこから飛びつかなあかんかったりするので、体幹っていうのはほんまに一番大事かなと思います、よく固めてずっとキープするっていうのはよくありますけど、そう滑らせながらとか動作させながらしっかり体幹を固めるっていうのは、体幹をしっかり入れておかないと姿勢を保てないので、すごいトレーニングになると思います。そうやってフリーウェイトの前とかにアップも兼ねて使ってます。滑りすぎないですし安全だと思います。絶妙です40歳ぐらいまでね、この、サッカーを続けたいと思ってますし、そのためにはやっぱりいろんな体のケアっていうのは大事になってくると思うんで、こういうフローインとかでしっかり体を作って続けていきたいなと思います。